さあというわけでただいま生放送が終わった直後でございますが、はい、ここからは非現人ねとコシアンに打たせてやらせていただきましたの本編がスタートです。生放送を見てない方のために軽く説明させていただきますと、挑戦状いつも動画楽しく見ております。声入ってる、これ大丈夫ですか。普段より実際のホールで活躍されている非現人さんですが、ありがとうございます。パチンコパチスロオンラインゲーム37town.net はご存知でしょうか。名前ぐらい知ってるよ、だってバカにすんだよ。この度は37town でもその実力を見せていただきたく、またご活躍次第では視聴者の皆様に特別なプレゼントをご用意いたしましたと。本日午後8時30分より1時間後か始まるトースポイベントの上位10名を目指して腕を振るっていただければと思いますと。ランキングに入らなかった時は難易度AAA クラスの非現人にやらせてみましたをやっていただけます。それではご活躍楽しみにしております。37town.net 運営ジェム局、こちらですね、37town.net の方で、10月の14日に開催されたとトースポさんとの連動イベント、こちらに私非現人とコシアンが参加して、はい、上位10位以内を目指そうと。10位以内に入ったら皆様にプレゼント、そして非現人壁紙ももらえちゃうよと。私非現人が10位以内に入れなかったら、非現人にやらせてみました、今までで最高級難度とやってみたいよ。これをやるとだって頑張ってね。10位内に入ったら、コシさんがやらせてみて。いや、僕は大丈夫。じゃあ一緒にやろうよ。ちょこっとだけ見ますよ。そうだね。僕でお仕事あります。さあ、というわけで実践記事の方は、なんと初代北斗の拳実践スタート。スタート。では暑いな。第一レバー。いや、ヒゲそこはヒゲさんいきますよ。指出して。はいはいはい。せーの、てーてーてーでーっと。まだベッドしてないよ。てーてーてー。はい、行きましょう。熱いやっぱ中押し？いや別にいいでしょ。熱い。これあれだ、思い出したわ。あの下段ビタとか。そう、下段ビタするとこぼすけどね、なんか。これビタ止まりしたら、大丈夫。2時確定じゃなかったっけ？そう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 。そうだよね。ああ懐かしい。で一応あれだよな、これ下段にチェリービタしときゃスイカが強弱で見上げられるんだよな。そう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 、なんかそんなあったね。だよね、これバー中段みたいな。これちゃんと見ればビタ押しもできますね。うん、いやーこの動画内でせめてなんかあれだな、焦点出したいな。北斗揃いとかね。北斗揃い乗り出したいね。じゃあちょっと僕は少し。はいよ、まあ、ありがとうね、まうん、ありがとうね、ま、ちょっとやばくなったよ、僕ね。さあ、というわけで私、一人での実践になりました。意外に打ってるといろいろ思い出すもんですね。だからすごいよね、だから最新機種をさ、よいしょ、ガンガン入れてくれるし、古い機種も打ってるわけでしょ。で、幻となった機種なんかも、あー、来たー、来たぜ。はいはい、32ゲーム数えましょう皆さん。今のゲーム数が85ゲーム。こっからの32の楽しみ方ですよね。でもこっからの普遍ですよね、北斗の。どの状態で引いても 25%、 4分の1で当たると。こう 25% って数字が騙されるんだよな。あのね、パチスロってね、なんとかなるかならないか、なんとかなる騎士が人気あるんですよね、なりそうな騎士が。こう 25% ってのが厄介でね、本当はあんま当たんないのに、なんか当たる気になるんですよ。なんかポッと当たるんだよね。これがね 20% になるともう当たんない気になるんですよ。人間の感覚ってこう難しいもんでしてね。でそれに見合う対価がどれぐらいもらえるかで、その比率が変わってくるんですよね。チャンスゾーンなんかはもう3割だとね、なんか当たんない無理ゲーって言われちゃうんだよな、今で言う。これがね、4割5割あるとなかなかこう楽しめるチャンスゾーンになると。先制攻撃当たったの。
あら。あー、でステージがドン。はい。何のカスタムライティングですね、これ。これ。何これ。達成者の新バトル敗北。するよ、すぐ。一番するとこだよ。それはするわ。あ、はい、こんな感じでなんか称号みたいなのもらえていけるわけですな。これランキングはリアルタイムでは、おっ、チェリー引きました。ここは通さねえぜ。とっここだっつった。はーい、これビタ押しすると4枚取れんだよね、確か。4枚取ろうよ、全部。もうこうなったら枚数勝負だもんね。お、これこぼしたらやばい。オッケー、楽しくなってきた。やったよ、この人の再現。あっ、あっ、あっ、あ、見事いった。え、弱中引いたよ、俺。弱中、そんなバカな。え、さっき引いた気持ちから39の得に立ったよ。いやー、さっそく一発目のバトル、アミバさんですよ。もうやったよ、俺、このバトルの再現も。はい、はい、これは難しいぞ、これ。3時間経つのは。さあ、そして私これ再現したんですよ。これこれ何だったら横に出しといてくださいよ、この辺に。私の再現も、はい、はい、はい、足が勝手に、足が勝手に、あ、思い出した。わらばわらば、すげえ、すげえ怖かったんですよ、これ。やりました、まさか。何、ありますよ。うい、おう、い、うい、おお、おい、おお、おお、ノリ、ノリ来たー。マジかよ、ノリ来たよー。お、お、マジか。回そう、回そう。やったぜ、やったぜ、やったぜ。オーラが緑じゃなくてそっちじゃないだろ、もらえるの。わお、わお、わお、これ生放送で流したら相当盛り上がってました今。わお、じゃあなんか赤なりのやつ滑ったんですよ、どう行きません。やったぜ。はい、懐かしいな。わたーい、はい、純蔵何枚だったか覚えてません。非現人に来ました、ここですね、これ。これね、どこで話すかね、これ。こうあったよね、これ。こんなのこう話した時抽選ですからね。だけどね、俺はね、だいたいこの柱と決着が真ん中でした。はい、こんな映像だったっけ。はい、こっからですよ。はい、1テンポ遅いのが決着。はい、ヒーヒーだ。あ、またコインが多い。さあ、あ、オッケー、キックは大事だろ。はい、ほいって、これえ、これ、これスペース押してるでしょ。虹だ、ラオウ、天に変える時が来た。さあ、断髪中の回避。皆さんはどうですか、北斗の拳を見てて懐かしいと思う人いるんじゃないですかね。北斗の世代からスロット始めて、今ちょっとスロット打ってない、こういうオンラインゲームだけやってるって方もいると思いますからね。さあ、2連目どうでしょうか。確かキック受けて立ち上がるだと 75% の可能性が高いんだよな。違ったっけ。さあ、攻撃はみかんボール。あぶねえ、あぶねえって。やばい、飛んできた、きたー。あー、だがしかしこれは森いけるはずです。ここで雲が回ってるところだよな。それで、はい、セーフ。
はい、ああ5勝受けたジャガル、これも一応高継続したじゃなくてね、高継続の方が多いんだな、強攻撃に耐えるのは。はい、3連めっちゃいい。一言言えた気になるんですよ。蹴っちゃいました。これ食らって立つのが多いと75%なんです。右だ右だ。さあ雲は危ねえ危ねえっぺ。ああ。いきますよこれ、いくよいくよ、せーの、けー。ああ、ノリノリさんおやべっぺ。あ、そう、まあこれが北斗だよな、懐かしい。まあどっちかのスイカを取りました。あ、2連続スイカ、はい、よいしょ、はい、第3ですよ。しかもスイカ2連続成立って、な、何の得点もないよ。さあというわけで、やはり天国以上に移行したんじゃないでしょうかね。これでラオステージ延長の期待度も高かったですよね。はい、あー意外にシンプルでいい。乗ってるからの復活、オラー。はい、本日2回目の初当たり124ゲームです。多分スイカ、はい、ってことは強スイカ引いてたんでしょうね。はい、でででででで、これ一角乗りとかあったな。でもおいおいおいしょい、白大体こっちは続くんだから。私もあの焦点が一番多かったのはこの白でしたから。まだマイナス焦点、よっしゃまだプラスだぜ。プラスで終わることが大事だよね。ならない。正規末発射。剣王。いやー、北斗打ってる感じができました。BB 単発中。いいよこれは、いらないだろこれは。なんていう嫌味なやつつけるんですか。ああ。あー来た、こうした先に行ってるぜ。見て、1時間でマイナス500枚もうすぐ。早いよ、呼ぶのが。だってもうやばいよ、これ今撃つ撃つ撃つ。そんな、チェリーをわけのわからないところで止めようとしてるからダメなんだよ。けどこれ、あれでしょ、違う、俺やらないよ、罰ゲーム。罰ゲームだよ、だからこうしさんはこっからね。じゃあ俺が一回当たり引いて、うん、でなんか俺何連以上するって言ってる。じゃあ3連なんなんだよ。なんなんだよ。何連、あ、やべ、おいおい、もうちょっとダメだよ、それアイスこぼすから。うん、今頑張ってるちゃんと。何連どうしようかな。しかしこのリールの丸みはやばいな、これ。そんな話はしてないで。何連ビタ押しもできると思う。引き押しとの話を。どうしようかな。これあれ最低何連だったっけ。単発です。じゃあそうじゃなくて、あの継続率、継続率66%だっけ。じゃあね、じゃあ現実で行ったとこで7連ぐらいにしときますか。7連、うん、次の当たりが7連いかなかったら罰ゲームしろとやる。罰ゲームの権利がある。あ、じゃあ1回交代にしてさ、うん、あ、低かった方にしない。あ、そ、いや、ちょっと待って、それおかしい。3連、それ、ちょっと待って、なんで俺が入るようになってるのこれ。以上よくないでしょ。最高級ランドだよ、やらせてみました。いいじゃん、それこそ、多分リスナーはヒゲさんにやってほしいと思ってますよ。いやでも、コシさんが初めてやらせてみましたが、最高級ランドですよ。いやだよ、そんなの。どんだけハードル高いんですか。まあ、じゃあ、レンチャンス勝負ね。まあ、勝負はいいですよ、別に。よし、わかりました。けどこれ絶対ヒゲさんの方が有利だ。だって俺仕事してるのも今普通に向こうで。
んじゃなくてさ、じゃあ頑張って、とりあえず引くまで打ちますよ。じゃあえさ、池さん今、おあれ池さん今最高ハマりいくつ？今です。あ、今今何ゲームこれ？418。ああもうパソコンもう一度持ってて、池さんもやればいいじゃないですか。思ったしね、何やってもいいんじゃないのって言って足そうよ、もう乗り打ち、半分こ。あ、これダメ、え、これダメなの？ダメだよ、だって装填の時押せなかったじゃん。ダメだよ違いました、今のは今のあのペナダ法ですよ、ほらペナダ法、ほんとだ。今のあえて、でも何も引いてないですよ、多分あったとしたら見えないからチャンスだけですよ。あえて押し準備をこぼすことで大当たりを呼び寄せてるんですよ、これ呼び寄せてるような空気感があるでそういう力ができても7度ですよね。まあね、はい、自由無限大です、無限、可能性は無限大です37タウンの可能性は無限大ですよ、まあ、無限大ですね。あれこの時のこの北斗って純蔵何枚でしたっけ？同じこと言ってます、北斗たっぷり、純蔵たっぷりたっぷり、純蔵たっぷり、じゃあまだまだ上位入れますね、これ入ります、入ります。1時間で、お、来た、これ来たんじゃない？来た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 でしょ、これ来たでしょ、これ来たでしょ、ランプ無常なし。いや、今、赤だった、赤だった、ランプ無常なし。いや、でも長いよ、長いんですよ。お、こっから消灯が5連続。あ、来た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 、来たってよ、はい、はい、はい、いない、まずは、はい、おー、来た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 、ドン、はい、からの、はい、おらーっしゃーい、よいしょ、これ622ゲーム。そんな余ったの？いやいや、だから俺まだ自分が打ってから222だよ。え、そうだったっけ？これ何年させていたっけ？7。7。あ、そうですよ。オーラは？白ちなみに僕4号機の北斗でラオウ翔太にさせたのは3回とも白オーラになった。さっき同じようなこと僕も喋りましたさっき同じようなこと僕も初めの方に喋りましたよ。それはね、一番試行回数が多いから先に言ってよ一番試行回数が多いのが白なんだから必然的にそうなるよねめっちゃ恥ずかしいじゃんライドしてる。あれあれ、これアイコン変わってんじゃないですか。なにこれ、なんか叩いた、簡単よって、あ、ほんとだ簡単よ、簡単よ、簡単よ、なにこれ、こんなことできるんだ、すごいすごいよ、簡単よになってますよ、これ僕のアバターがねえ、はい、あ、しまった、今ここの第3でしたっけ、確かそう、そう、話したときあ、そうか、ジャックゲームか、そう懐かしいでしょ。うん、懐かしい。ストック機ですからね、だって言うてもさあ、なんて言うかここ、ふっ、やっべぇ、なんていうのこれ、え、みかんです。ほらこんなこと言ってるよやっばい、やばいやばい、単発が、なんで刺したの、同じことやってる、それも動かずここ大事だ。よし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 、やれ、危ないぜ、やれ、危ないぜ、うわ、この百列機面白いですね、今見ると。危ない危ない、落ちペースしちゃった。よかった、第一停止左で来た。ここどこ騙すかって。僕はあんまそういうの気にしないんですよ。さっき言ってたじゃん。やべえ、そのまま話しちゃうの。どの辺で話してました？ん？どの辺で話してました？いや、次やってきますし、継続してやってください。さっとやるから、さっきもさ、それでさっき継続したでしょ。そういう時はその流れを崩しちゃダメなんですよ。今、ヒゲさんが余計なチャチャ入れたから、これ終わっちゃいます、多分。これ終わったらヒゲさんのせいです。これ多分パンチ、いや、キックですね、これは。
これ雲動いてます。ほら、お読めてる。これ何年しますか、じゃあ。何年すると思います。次で終わります。次で、アンさんのタイミングで話して終わります。その4号機時代どのタイミングで話したかをちょっと見せてほしい。僕もさっきと喋ったんで。あー、なるほど。あ、なんかそれぞれあったと思うんですよ、ここだって話し方が。逆にするから、どこで話すんですか。あ、もう話しちゃった今。ちょ、なんなの。だってあれさ、今続く流れなんで、その流れをそうパッパッパッとこう、ね、下手にこうグリグリするとかしない方がいいんですよ、これは。で、これは続くと。これは続きます。7連いきますから大丈夫です。おほらほら、ヒゲさんそういう素朴なことばっかしてるから負けんせ、いつも。ああ、しかもレイレイできた。なんだっけ、これ75倍以上じゃない。そうだったっけ。75倍以上だったんですよ。これがあれですよ、高速なことばっかしてるヒゲ野郎との違いですよ。これがデリヒンだもんな。よし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 、その動きはヒゲンチで。いいじゃん、フェイジョースですよ。これで4連目か。避けます。さっき言ってること一個も当たってないですよね。犬がいるものの。物の力は想定。あ、止まってる。ノーワン。うわー、よし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 。よし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 。よしよしよし。よし、剣先だ。よし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 。どうすか、ヒゲさん。え、いや、なんかどうすか、うまく役割がマッチしてくれると思ってます。でもよかったなと思ってます。そうですか。あぶね。隠れ剣みたいですね。みたいですね。ヒット。隠れ剣ヒットが80倍以上だ。パンチ売りはまったな。80倍以上。微妙、いいですね、キープの強かった。はい、よーっさあ、予告通りの7連ですよ。どうすか、ヒゲさん。え、いや、さすがですよ。これは姑息なヒゲ野郎との違いですよ。口の悪いデリキン野郎と。おー、あー、マジで。結構高いかもしれない、ゲームいいんじゃないですか、これ。なんすかこれ。その動きはみたいな。ノワ。押す。いい。おお。マジかよ。マジ。あ、こぼしちゃった。痛い痛い痛い。マジで。いや、出たな。交渉入りや。結構取れたから大丈夫ですよ。結構大丈夫。僕の勝負さんと腰当たり引きって、このいつも通りの2曲化がうまくいきましたんで。完璧に2個前以上入ってます。あーっさー、曲変化きたー。よしよしよし。さあ、これで17連覇確定しました。いやー、これもこの瞬間たまんないですよ、これで。この時はミカン欲しいよ。いやー、確かに。あ、お尻した。いや、あのね、じゃスペースがちょっと軽すぎて立っちゃうんだね。おすすめなくて触っちゃうから、ちょっと一点離しておこう。ちょっとパンチ渡りましたよ、ほら。そのせいでちょっと追加も何回かこぼしちゃったからね。で、このキーボードのせい。ん？うん。
こもこの音楽のままいけるのがいいんだよな。もう超ドヤできるこれね、本当ドヤできるこれ。どうなのお前みたいなテンション曲がるし、手玉もついてきてるし、最高だよ本当に。とてつもないスピードが今考えてるドキドキすんな。いや、大丈夫です。大丈夫。運命の瞬間ですよ、まさに。いやー、引っ張りいいよ、いいよ。ここはこっちの方がいい。できれば。みかんやめて。あー、わからない。どっちもあるバランスよ、まさに。ほい、あー、食らってる。いやいや、ここまで食らってる。最後まで、最後まで。ドキドキするから。そうだよ。できれば、ま、雲も回ってないことが。うっ、ああ確定。よっしゃオッケーさあ、というわけで、なんと焦点エース確定しましたすげえな、自分で言うのもなんだけど、すげえな、これ1回目ですよ、朝あたりこれなんとなんか意識して話して、ああ、すっとやれよかったやっぱこっちだったからで、それで話して終わったらね、やっぱためでよかったからあーあー、早い早いよ、まだまだまだ、もうまた2年で起動しちゃった更新できなかったもう行きましょうよ。いやー、まさか見れると思わなかったな。さあ、来ますよ。決めてください、カメラに向かって最後、あのセリフ。それが神々になるかもしれませんから。そう、俺めっちゃ悔いありますけど、大丈夫ですか。決めてくださいよ、俺。そうですよ、もう。俺じっと見てますから。マジですか、そんな恥ずかしいことさせないのか、僕に。上手な腰を。兄さん。兄さん。はい。兄さんってことであら、刺して。はい、はい、はい。はい、刺して。はい。悔いなし。悔いあるわこれ。いや、もっとアップだよ。ここでやめる。もうちょっと欲しかったな。十分ですよ。僕たちがなくなっちゃうじゃないですかって。ちょうどいい終わりだと思いますよ。最高の終わりなんですよ。はい。さすがです、コシさん。じゃあ、頑張ってください。さあ、ありがとうございました。というわけで、私、現人の助っ人、コシャン大先生でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがっす。どうせあれでしょ、私がこの打ってるシーンはどうせ何も起きず終わりましたとかって切られて終わるんでしょそうはいかねっつうんだよ。グラフ見てみっか、一回。こうせいでしょ。わかるかな、これ。これが非現人で、これがコシャンですよ。もう一回言う、これが非現人で、これがコシャンですよ。で、この微妙にわかる、この上がってるか上がってないかわかんないとか、ノリですよ、これ。ノリゾーンですよ、これ。これで、これ七白ゾーンがこれですよ。おかしいだろ。あ、俺ジャギジャギジャギまだいますよ。これすごいね、ほとんど天国スタートじゃん、全部3回当たって3回とも天国からスタートですよ。わしゃあっはっはっひぃひぃわしゃあ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 、これ積もったべ。ワン、今が46ゲーム来ましたよ。リプレイあの間一回見てないですからね。こう外れたらなんかもうイチャモンつけてくるんですよ。よし、はいはい、でねーってほら、さあ来ましたよ。はい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 、もうリーチ目で来ました。はい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 っつって、あお、これいきますよ。4連ちょっと、あー、これもう皆さんコメント書いてください。これあーあって、あーあってなりますよ。これ雲は間違いなく流れておりません。はいはい、流れてません。
勝負は。なんなら叩きにしようか。どうぞこれ決めてください、勝負を。終わるーっまあでもこれでこちらに出してもらった分とスタッフに終わらせた分でもう、あ、これチャラですよ。ここから僕の戦いですよ。これこれでね、ほら得も損もしましたから、人に出したことでって。これならもう僕の手玉としてカウントして、あ、エースラッシュだ、これ確定ですよ。お、出たわ、プレミアですよ。さらっと出しましたよ。俺の強化確かなのですよ。エースラッシュは確定ですよ。ここは30に勝ってください。多分当たります。なんか出ないです。いや、遅れてなかったと思うんだよな。ほら、はい、エンスラッシュですよ。一回負けるかもしれないです、ちょっと前兆が早すぎるんで。勝つかそのまま。はいはい、ピーブー。お、トライと復活パターンだね。一回死ぬパターンもありえるよ。とりあえずセイガライト、はいはい、初当たり危険ですよ。私ね、当たってコシャンに変わるって先は多分一番ですよ。ダントツトップいきますよ。これいつもね、そういう話題になるんですよ。はい、確定。チェスト、チェスト。買った方がいいじゃねえの。行くぜ俺、行くぜ。逆転チャンス来たぞ。白でもいいよ、白でもいい。いける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 、全然いける。シャーシャーシャー、さあ来たぜ、ゲヒチャージ。来たぜ来たぜ。もうとっくに6時過ぎてるからね。ゲヒチャージ。お、これさ、オクトドライでしょ。なんかね、聞いたから。あ、でも来た。うん、ちょっとね、こっちだって、こっちだって、こっちだって。え、そっち終わるのを見に行きました。これさ、じゃあこうしようぜ、一連で話すと交代しようよ。自分でやりなよ。なんで？俺もだってレンチャンさせたでしょ。ビビってんすか。何が？気負ってんすか。全然ビビってないよ。ビビってんすか。これホールでここで僕横で打ってたら、うわ、クソ、隣のヒゲアロまた僕ドドリしやがったって言って、ここを締め締めて見るところですよ。気負ってんすか。気負ってないですよ。おい。よーしょ、僕もいっぱい一回継続なんでこれに2個目だから。どういうことなの、これは。何ちょうどって。交代番号にちょうどいいタイミングしました。ちなみにさっき4連目でスタッフに落とされました。すぐなんかそれで人のせいにしますね。さっき散々俺のせいにしてたじゃないですか。やろうがどこか。あ、めっちゃ余裕。余裕っすわ。だって最高継続率です、これ。これ多分 89% 僕88% 引きました。白オーラでした。で、次で終わりでしょ。森城でした。さあ、俺の番だよ。見てください、俺さっきやってますけど、時間より大事な話しましょう。あー、出た、おい、ラッキー。はい、この真ん中でから始まった。あ、すご、はい、すぐ来ました、今。あ、待つんだ。待つ、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 来るまで。あれと真ん中です。見てて、簡単だから。僕なら今のところで検証出てきてますよ。そんなやつ引っ張りたいもん、ね、ほら。引っ張りたいんでしょ。引っ張りたい、引っ張りたいよ俺は。だっていいじゃないですか、倒れるとこまで別に何食わぬ顔で見てりゃいいじゃないですか。フフ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 フ
さあ、3点目越しましたよ。あ、いいですね。はいはい、はい、じゃあ僕の非奥義をここから使わせてください。僕の非奥義を見せますよ。絶対真似するでしょ。ここでこう、こうです、こうです。なんて言わなきゃ、これは。また名前つけるじゃん。名前つけるから。僕いつもあそこのタイミングだったんですよ、実は。本当に、うん、本当にそれ。ヒゲさんがパクったのかなと思って。ほら、めちゃ余裕じゃないですか。これ多分、この後北斗打ってる人でやるやつ増えますよね。真似するやつ。ここ、あの、ここかって言われますよ。ここだー。あのビル。あのビル。でかいビル。始まってるの。ここだーって言われますよ。いいですね。いいですね。75倍。まあまあまあ。これノリスが75倍。これは安心して見てられそうだな。こうやってゲーム中にさ、こうやって聞くじゃん。これでさ、あの継続で昇格中だったら面白かったよね。ああ、確かにね。続けば続くとく。来たよー。もう負けないよこれ。勝手に行くよ。これ遠いパターンだ。これやめ。はい、ここチャンスだ。来たー。来ました。来ました。低い来た。あのダメに、いや、しまったって言われます。これビタパターンです。ビタパターンです。決まってるんですよ。決まったパターン。完璧。決まったパンチです。早速使ってますけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。パンチという技の名前のキックですよ。この技の名前パンチ。この技の名前パンチって言うんですよ。パンチって言うんですよ。相手がパンチって言うんですよ。パンチって言うんですよ。ほらほらほらキック時ほらほらパンチかわしましたよ。パンチかわしました。これたまにめっちゃ遠いね。途端に始まる時あるんですよ。あー来てたみたいな。もう分かるんですか。これ血もいた時なんで、まだまだかかりますね。小休憩です。めちゃ時間の無駄ですね。全然大事ですこれ。はい、ここ。いや、今のずれた。今ちょっと遅かった。今はまった、はまった。あ、手出ちゃった。なんでだよ。ちょっと俺鼻水出てきちゃった。ちょっとキックでしたね。キック、キック掘り上げてきました。キック意外に危ないじゃないですか。笑ってだからやっぱずれたな。ずれたかな、うん、確かに俺も違和感はあったんですよ。やっぱね、あれね、狙うとね、ドンピシャでピタ押しするといいんですけど、ずれるとね、こう危ないんですよ。おっ、ピタ、あ、ギリギリ入ってましたね。うん、多分あの範囲内だった。あれです、あのコマの、コマがちょっと細かいんでね、はい、ギリ入ってましたね、今のは。はい、いや、雲動いてましたよね。うん、雲動いてたっつったじゃないですか。何が動いてましたね。うん。処理の問題ですね。キックでパンチで負けちゃいました。キックで、ね、キックでした、ね、いやいや楽しかったね、はい、またね、頑張って、ありがとう、はい、第3アターだから、これはチェリー、スイカはなんかあるな。何かの子役のこぼしか当たりですよ。おーしゃーい、プレミアー当たるぞ。しゃー、はい、ダナゾ出現、はい、いただきました。いやー、これ外れるやつだね。これ狙えば揃うやつだね、もしかして。右だ。ほら、リプレイスも。左よ。あ、そうか、それじゃダメだ。はい、リプレイスも、でも、すでに当たり確定です。もしかしたらチェリー外れるかもしれません。ダメね、これ、それじゃダメだよ。よっしゃ、はい、外れました。大王ラーカーを出す、はい。これ、新ステージで倒してほしいからね。はい、はい、多分リーチ見ててます。さあ、公約、はい、残り時間15分。これはもうノリは狙ってみますよ。これ揃っちゃったら諦めろ俺は。はいはい、
さあというわけでごはーはーはー、私こちらも懐かしい未現状に話しまして再現しました。さあ横に出しておいてください。はい、ありがとうございます。さあというわけで私現状銀行役のまま守らせていただきました。あとはこれを伸ばしてトップに立つだけです。よいしょよいしょよいしょと、はい、白とやってみましょう。ゲーム2が168ゲーム、軽いね。さあというわけで聞こえるでしょうか、この終わりの音楽が鳴り始めております。リアルに残り時間が10分を切りました。セイラーライツ、はい、完璧な今日一番のセイラーが入りました。さあ今日一番のセイラーが決まりました。はい、ほら見てください、皆さん映ってないですけどね、やばいぞとかになってきましたよ。終われ終われみたいな、もう一回入っちゃいますよ。プラスの4500枚が狙えるボードってましたっけ、やってやりましょう。プラスの4500枚たったあと600枚ですよ。いくぜー、セイラーライツドラー、嫌な予感でするやつです。パッチパッチ、あ、キックでした。ああ、こぼした。もう一セット行けばボーダーと言われてる4500枚に到達します。さあ、ここが続くか続かないかですよ。行くぜー、みんな一緒に、せーの、セイラライー。さあ、スタッフの心が一つになりました。どうなんでしょう。やりました、ありがとうみんな、スタッフの心が一つになりました。さあそしてこのセットを紹介したら終わるんじゃないでしょうか。さあというわけでもう子役あと数回でボーダーと言われて4500枚超えます。さあここはもう私一人で勝ちていきます。セイラーライファイナル、はい、音変わるよここは。さあというわけでこれでボーダーの4500枚超えました。ありがとうございます。この流れで終わることはまずないです。さあ残り時間の方は、セイラライさあというわけでぴったし取り切ったんでないいことですよ。実戦終了でございます。さあありがとうございます。というわけで終わってみて私の感想をしたこと、スリーセブンタウン簡単よ、はい、ありがとうございます。実戦終了、はい、ちょうどですね、ただいまの時間をもちましてホールとスポ会館は閉店とさせていただきました。ちょうどですね、枚数の方も4595枚と目標値は超えました。あとはこの結果がどうなるか次第でございます。というわけでこの後の結果報告をお楽しみに。
そうか。私ヒゲンジンの身一つで、実写で再現してしまおうというそういった番組となっております。はい、今回ですね再現する機種は、私が111位だったんですね、打ってたあのパチスロー北斗の拳こちら。さあというわけで北斗の拳といえば私もうですね、シンそしてアミバですね、一回再現してますから、もうそんなに再現する演出ないですよ。今回再現する演出はくせ、何これ、内緒内緒、これ来て、はい来てのはい、これじいちゃん俺の私物を来てのさあ終わったんですか。はい、結局これ何やの、何Ha ha ha.